はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイですね。タカラが、新しいチューハイが出ました。ダブルリッチ。タカラ酒造ですね。タカラのプレミアムチューハイ。香料、糖類、不使用。果汁が 15% で、アルコール度数が 9% と高めで、値段がこれコンビニで買ったんですけど、170円ぐらいか、180円ぐらいしましたね。普通にあの、缶チューハイのレモンと何ら変わんなかったような気がするね。値段としてはね。原材料がレモンとスピリッツと焼酎とレモン。ん？え？原材料、あ、違う。原材料はレモンスピリッツと焼酎とレモン。レモンとスピリッツと焼酎とレモンって2個レモンが書いてあるんで、どういうことだと思ったら。レモンスピリッツですね。樽貯蔵熟成酒を、使用しているようです。まあ、いわゆるあれですかね。タカラの、純かな。純を使ってるみたいですかね。タカラの缶チューハイよか美味しいチューハイは、個人的にはないと思ってるんですけど、それよく果たして美味しいのか。乾杯。酸っぱい。果汁が 15% レモンのくせに 15% も入ってるっていうのはかなり大きいですね。だからか、かなり酸っぱいです。うん、酸っぱい。タカラ酒造。酸っぱい。酸っぱい。そっか、糖類が入ってないんだけど、砂糖一切入ってないんだね。だってレモンスピリッツと焼酎とレモンしか入ってないの。ああ。酸っぱい。酸っぱいです。酸っぱいとしか言えないですね。だって砂糖入ってないから甘くないわけですよ。まあ、甘味料も入ってないんだけど。単純に酸っぱい。そして、タカラの、公式サイトには、これ、ダブルリッチ、載ってないですね。酸っぱい。酸っぱいチューハイっていうだけだね。これはあんま美味しくないです。うん。やっぱり、タカラ缶チューハイレモンに勝てるチューハイは多分個人的にはないと思ってますね。うん。やっぱりタカラ缶チューハイのレモン。これですね。まあ、時点で俺が好きなのだと、時点で好きなの、焼酎ハイボールのレモンか、自家搾りのレモン。ですね。もうこれは単純に酸っぱい。だけ。ああ。まあ、酸っぱさでは、チューハイの中でもかなり上ですね。かなり上のランクだと思いますけど、う
まあ、ぶっちゃけた話、樽貯蔵熟成酒使用って書いてあって、アルコール度数 9% って書いてあるんですけど、全然樽貯蔵の熟成酒の、熟成感がない。てか、焼酎のうまさも、まともに感じない。これなぜか。これは果汁入れすぎて、レモンの酸っぱさしかないからですね。レモンの酸っぱさで全てがかき消されたっていう感じですね。せっかくの焼酎の味を、レモンの果汁が入れすぎたことによって、焼酎感がなくなってる。これ実に残念です。まあ、これを買うなら、宝の缶酎ハイ買った方が100倍マシでしょうね。数倍マシでしょう。間違いなく。まあ、酸っぱい、酎ハイを飲みたいってんだったら、まあ、わからんでもないけど。まあ、それ以外の方にはおすすめはできないですね。しかも、180円ぐらいするんで、値段が高い。普通のチューハイの 1.8 倍ぐらいの値段するからね。それでこの味っていうのはちょっとおかしいですね。うん、はっきり言って。まあ、やっぱり宝の、やっぱ目玉は宝缶酎ハイと焼酎ハイボールでしょうね。まあ、あとは個人的にはこの宝缶酎ハイの自家絞り。うん。この三種の神器。まあ、この三種の神器があれば特に俺は、まあ、売れないでしょうね、これは。ああ。これはまあ、売れないでしょうね。だって、なんて言ったって、本絞りってさ、本絞りとかあるじゃん。本絞りが、値段100円ぐらいでしょ。で、ほとんど、これと、変わってないんですよね。レモンの果汁が、本絞りだと、果汁 12% 入ってるんですよ。まあこれ 15% 入ってるんで 3% 上なんだけど。それでも、値段 1.8 倍は出さないでしょ。普通に本搾りのレモン味買った方が、ほとんど同じクオリティでしょ。うん、まあ、唯一の良さである、このアルコール度数 9% で、なおかつ、ね、焼酎の熟成、樽貯蔵熟成酒。まあ、これも酸味でもう全部死亡してるんで。かき消されちゃってるんで、まあほぼ買う価値はないでしょうな、これは。まあコクはありますけどね。まあ甘みはほぼない。まあ香りはまああるけど、まあ、これは買わなくていいでしょう。これは買わなくていいでしょう。4142です。ご視聴ありがとうございました。